本日は、ギャンブル依存から最悪な事件を起こした千葉博之をお送りいたします。それでは、行きましょうか。千葉博之は、昭和34年、埼玉県にて生まれます。1歳の時に養子に出されます。やぶは、まるで血のつながった我が子のように愛してくれていました。すくすくと育ち、埼玉県内の私立高校に入学します。当時は、今と違って、高校授業料無償化であったり、補助金などもなかったので、可愛がられていたことがわかります。昭和53年に高校を卒業し、警備会社に就職し、警備員や機動隊員として、市民会館や銀行の警備を担当します。この頃から、パチンコにのめり込んでいきます。当初は、お小遣いの範囲で遊んでいたものの、次第に1回で扱う金額も大きくなり、次で勝てなきゃ生活費もなくなってしまう。生活費がなくなったら、なくなったで、それを取り返さないといけない。箱を積み上げている人を見れば、なんで俺だけ勝てないんだ、次は俺の番でしょ。それで、実際に箱を積み上げた時には、達成感でいっぱいとなり、ちょろいもんだと思ってしまう。気がつけば、負け越した金額の方が多くなり、サラ金に借りてしまうのです。それでも、勝てば返せる、次こそはと思うも、瞬く間に負けていき、借金が積み重なっていくのです。完全なるパチンカスとなった千葉ではありますが、彼女もでき、恋を実らせ、平成4年に結婚をします。長男も生まれ、充実した日々を過ごしていましたが、パチンコだけはやめることができず、やぶが手を差し伸べてくれます。子供もできたんだから、借金を一度だけ肩代わりしてやるからパチンコはやめろ。もう一度、やり直せ。こうして、やぶは借金を返済してくれたのですが、千葉はパチンコをやめることができず、再び多額の借金を抱えることになってしまったのです。もう、やぶに頼ることもできない、けれども、借金が多すぎてどうしようもない。そこで、弁護士に依頼し、債務整理をしてもらい、妻の実家に援助してもらい、借金の整理をしたのです。普通なら、妻の実家に借金の尻拭いをしてもらうなんて恥ずかしいことなので、せめて、パチンコをやめて、真面目になることで誠意を示すもんですが、千葉は重度のギャンブル依存に陥っており、パチンコを卒業することができませんでした。平成8年6月に、機動隊勤務から営業課に異動となります。営業課となったことで、給与の総支給額が下がってしまいます。少し我慢すれば給与も上がるのかなと思っては見たものの、一向に給与は上がらず、それに不満を抱き、平成9年7月に退職します。退職金は1年もしないでパチンコで溶かし、別の警備会社に勤務したものの、1年ほどで退職。平成10年12月からタクシー会社に勤務し、月給に10万円の収入を得ていたものの、ほとんどをパチンコに溶かし、妻との喧嘩は絶えませんでした。ついに、耐えきれなくなった妻は、平成11年に離婚し、長男を引き取り実家に帰ります。その後、やぶの住むマンションで生活をするようになり、家族との時間がなくなったことで、時間を持て余し、今まで以上にパチンコにのめり込んでいきます。負ければ借金をし、返済日になれば、別の会社で金を借り、完全なる多重債務者となっていくのです。平成13年3月、病気療養中のやぶに再び借金の返済を肩代わりしてもらい、借金を帳消しにしてもらいます。どこまでも面倒を見てくれていたやぶでしたが、病気により5月に亡くなってしまいます。そのことで、千葉はやぶのマンションを相続します。この頃、散々パチンコで遊んできた千葉は、パチンコに飽きていました。パチンコの代わりに、ゲームセンターのメダルゲームに没頭。ゲームセンターに通い詰めた結果、再びサラ金から借金を重ね、平成14年5月には、マンションに寝停当権を設定し、500万円を借ります。寝停当権というのは、上限額までなら、貸し借りは何回でもできるというものです。通常の抵当権だと、都度、登記をしないといけないので、出し入れが多い場合に使う抵当権となっております。寝抵当権で借りた500万円は、他のサラ金の借金の返済に充てますが、
長男の養育費、借金の返済に苦しんでいました。タクシー会社からの給与のほとんどを当てても厳しい金額で逼迫していたのです。そんな状況でもゲームセンターに行くのが千葉なんですが、そのゲームセンターで一人の男性と出会います。それはマレーシア国籍のタンブン家でした。タンブン家は中国人の移民としてマレーシアで生まれ、地元の小学校を中退し、他あとアルバイトをしていましたが、実家が貧しかったことから、平成11年4月12日、出稼ぎとして短期滞在の資格で日本に入国し、解体作業などをしていましたが、在留期間が経過したことで仕事もなくなり、暇つぶしでゲームセンターに入り浸っていたのです。お金もないので、ゲームセンター内をプラプラしていると話しかけてきて、気前よくメダルを分け与えてくれる人物がいたのです。それが千葉でした。平成14年2月頃には、養育費に借金の返済で追い詰められていました。これまで借金の肩代わりをしてくれた養父もすでに他界しており、他に頼れるものもなく、さりとて自分の見栄から離婚した妻に対して月々の養育費の減額を申し出ることもできず、このままでは担保に入れた自宅のマンションを手放すことになるかもしれないなどと次第に追い詰められた気持ちになっていきます。そして、3月頃には、一攫千金を狙い出します。かつて警備会社に勤務し、銀行の警備もしていたので、銀行内の構造も熟知していたので、そこに目をつけます。現金輸送にやってきた警備員を襲い、奪うことにします。ゴールデンウィークとなれば、銀行は休みですが、ATM でお金を下ろす人が増えるので、ゴールデンウィーク前に予備金庫内に大量の現金が補充されるので、それを狙うことにします。ただ、この計画には協力者も必要だ。そこで目をつけたのが、ゲームセンター仲間のタンでした。タン、聞いてくれ、これが成功すれば俺らは金持ちだ。タン、お前は外国人だろ、拳銃用意できるか。いや、持っていないし用意もできない。でも、協力は頼むぞ。タンは、この拳銃というワードが出てきた時に、すべてを悟っていました。そうか、千葉は殺すつもりなんだと。そして、2002年4月30日。午前2時5分ごろ、埼玉県狭山市市民会館の警報装置を誤作動させ、警備員の男性当時26歳をおびき寄せ、釘抜きや特殊警棒で殴打。粘着テープで縛り、包丁で刺します。奪った合鍵で市内の銀行支店に侵入し、ATM から現金1934万円を盗んだのです。当然、二人は足がつき逮捕。最終的に、二人ともに無期懲役となりました。はい、今宵でございます。というようなところで、これ、実はね、編集10回くらいやり直す。しているんですよね。なんかね、最後の音声データぶっ壊れちゃったみたいで、やるたんびに消えるっていう。で、その都度バックアップ取ってなくて、やらかしたっていうところなんですけど、まあまあまあ、そんなのはね、皆様には関係ないっていうところなんですが、まあ、今回ね、なんでこんなギャンブル狂いをお送りしたのかと言いますと、大谷選手のことが今話題となっているんですよね。で、その相方とも言える人物が、まあ勝手に大谷さんのお金を使ってネットでギャンブルというか賭博をしていたということなんですけど、まあ本人が言うにはね、そのまあ大谷さんに素直に言ったら、まあ肩代わりしてくれるって最初は言っていたそうなんですが、ただね、それも今翻して、いや、これは全部自分がやってきたことですとかね、まあ真相がどこにあるのかちょっと定かではないんですけど、ただね、これ大谷さんに素直に言ってないとしたら、これまたやばかったなと思うんですよ。だって今回のその事件で言いますと、このお送りした事件で言いますと、500万円の未定当権でここまでのことをやったわけだよね。それこそ今までまあ救ってもらえる、まあ、救ってもらって更生するチャンスっていうのは多々ある中でここまでやってしまったというのは、もう本当ね、脳がぶっ壊れていて、もう本当頭の中がグリグリになってた
と思えるんですよ。で、多分ね、水原だっけ、あいつもね、頭の中グリグリだったと思うんですよ。それこそさ、発覚したらどうしよう、で、職を失ったらもう返済もできないっていうか、もう一攫千金狙わないともう一生涯返金できないよねっていう状態まで追い込まれていたはずなんですよ。そう考えたらさ、もしかしたらだよ、今回明らかになっていなければ大谷翔平さん、そして奥さんも危なかったんじゃないかってちょっと思いません？ワンチャンね、命を狙われていてもおかしくないなって私は思って、で、今後ね、そのギャンブルにのめり込んで脳内がの、もう脳の構造がぶっ壊れちゃって制御つかない人ってやっぱりいると思うんですよ。今もね、検挙結構されているんですけど、オンラインカジノであったり、またはね、その公営ギャンブルもネットでできるようになって、なんかね、嫌な世界だなって思っていくんですけど、まあ、オンラインカジノもね、検挙しているとは言え、どう、やってる人って多そうじゃないですか。現にね、そう YouTuber でそれを紹介してるっていう人も未だにやっぱいるんで、もしね、のめり込んでる人がいたら、まあ、こういう動画を、まあ、私の声に耳を傾けていただいて、少しでもね、その克服するチャンスに変えていただければなと思うんですよ。で、とかいうね、私も昔、その、まあ、パチンコにハマったこともあれば、もともとはね、ゲーム実況からスタートしたんですよ。で、当初はね、人気のあるゲームだったんで良かったんですよ。再生されて、その収益が取れて、で、その収益の中から、こうガチャをするみたいな課金をするっていうサイクルだったんですが、ゲームの人気がなくなってきて、そのバランスが崩れてしまったんですよ。じゃあもっと課金をすればまた復活することができるんじゃないか思って、ガンガン課金しても気がついたらね、赤字が膨らむ一方でさ、で一旦ねチャンネルをストップして、で課金もストップしたんですよ。そしたら次復活したら全然再生されない、なんじゃこりゃっていうね。でやってみた、また克服したはずなのに課金したくなっちゃうわけなんですよ。で、今はね、そういうのもやめて、まあ、ゲームをね、その、消したんですけど、でも多分また、ちょっとやったらさ、頭がすぐグリグリになっちゃうと思うんですよね。他の実況者が、もう手にしている。なんで俺だけなんだ。で、回せば回すほど、やっぱ再生が伸びたり、するわけなんで、そういうのにね、また再生されなくてもね、もっと回せば、これ話題性あるよね、今回のっていうふうに思ってしまうと、もう本当ダメなんですよ。今もね、私も療養中だと思っているんで、本当もうなんて言うんでしょうね、借金をしてる方もいると思うんですけど、まあ一緒になってね、克服していければなと思います。ではチャンネル登録、高評価お願いいたします。ありがとうございました。